グルミンのポスター。グルミンのお墓なんですか、ここは。グルミンのお墓なんですか？お亡くなりになっちゃったの？ほい！ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、早速、夢見え。このまま眠りにつこうかな。眠ります。ほい！お芋たちの島に到着。あ、かわいい。え、あれって、あれよね。なんか、お猿。さあ、目を開けてくださいな。あれって何のキャラクターやったっけ？あなたは今、お芋たちのという島の夢を見てらっしゃるのよ。お帰りになりたい時には、こちらのベッドにもう一度横になってくださいましね。それでは、都のお芋たちの島をご堪能くださいまし。島の名前がかわいい。島の名前がとってもかわいい。ほらほらかわいい。え、なんかさ、昔、このキャラクターのカード持っとった気がする。え、サンリオかなんかじゃなかった？違ったっけ？なんか、そんな感じだったような。あ、ちなみにこっちに、ちょっとした道具があると。カラフルなスコップ。斧。スターの網。お魚釣り竿。なるほど、いろんなことして楽しんでいい感じだよね。マリンスーツに、これ何？これが気になった。だから、なんか毎度のことな気がする。開けます。ツタンカーメン？ツタンカーメンやって。あ、呪われた。呪われた。もうなんか音がすごく。ね。じゃあ私が、かぶってきた帽子でいくわ。とりあえず、こっちの、ここが、飛行場で、飛行場から入ってすぐのここが、まあ、エントランスっていうことやね。あ、これ、この島の地図ってことか。すごい、なんか。いいね、いいね。まあ、一応この、左右対称のクリエイトが、この島の自慢らしいです。ちょっと南国っていう感じやね。エントランス。テーマパークとかのさ、エントランスこんな感じじゃない、なんか。私なんか、ディズニーとかの、エントランスすごい好きなんやけど。ちょっとワクワクしてくる感じ。で、そして、ここから、内側を通らねばならんかったかもしれん。あ、これは、ここから行ける。よし。ここから行ける、大丈夫。じゃーん。ここがとりあえず、まあ、右側の入り口になっとって、はい、ここ入っていくと、中華街。中華街ってか、住宅街？チャイナ風の住宅街らしいです。で、一人一人一応家の外に、この家には誰が住んどるみたいな。ほら、写真が飾ってある。ん？これもしかしてあれな。え、今初めて知ったんやけど、写真立てもキャラクターによって違うんやね。え、すごい。めっちゃモデルさんみたいやな。超モデルさんみたい。ね、こっちなんか、光の具合かもしや。そんなような気もしてきた。なんかあっち銀縁に見えて、こっちがすね、なんか白縁に見えるんやけど、そんなことないんかな。他のとこも見てから。他のとこも見てからにしよう。あ、やっぱり、キャラクターによって違う。これ金やね、縁。あ、そしてこれはカラフル。ほらほらほら、キャラクターごとに違う。あれかな？え、飛び盛りの時は一緒やったことない？みんな。なんかそんな気がする。私がいつもしおるみたいなさ、ここの標識？表札か。を読んで誰の家っていう風に区別せんくっても、まあ、パッと見て誰の家か分かりやすいっていうのすごくいいね。すごくいいね。迷子になる私にとってはめちゃくちゃ嬉しい要素だ。そしてなんかさっきチューリップ畑。チューリップじゃなかった。カボチャだった。チューリップその奥か。カボチャ畑で一人。どうした？大丈夫か？めっちゃなんかボキーってなっとるけど。ん？なんか花でカボチャを挟んでいるの？そういう感じなの？そしてまあ、左右対称ってことで、こっち側は、チャイナ風の中華街、住宅街っていうことなんやけど、
こっち側、あのエントランスが正面として、こっち、そこから左側に行くと、こっちもここから、あ、行けるね、オッケー。はい、こっち側に行くと、すごいね、向こう側にも作業台あったけど。はい、こっちは和風な住宅街らしいです。お、コアレン君、あ、やっぱかっこいいね、黒縁や。黒縁。何種類あるんやろ。系統によるってことかな、あのキャラクターの。なんか、そんな気がする。これは多分普通に木製の木の縁。あれ？なんかカラフルにも2種類あるんかな。ほら、ちゃちゃ丸のカラフルと、このさっきのレム君の、こっちこっち。ほら、カラフル違う。私こっちのカラフルの方が好きやな。なんか色味が多い感じ、めっちゃいい。そして庭もね、みんななんかそれぞれ個性に合った感じで良きっすな。良きっすな。でこっち側にも、ま、花畑が、そして馬たちが飼われているのね、こっち側は。ほうほう、こんな感じで。どうした、なんかと思った、あの緑のやつ、かぼちゃね、あれも。はい、そして、おう。おう。お。あ、あんなところにモニカが歩いて。あ、見てこれ。滝が流れたんやけど、その上にさ、ちょん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 って、花が。いいな、この街角すごく好き。いいね。めっちゃいいっすね。はい、そしてここが、イエーイ、たぬき商店。たぬき商店ね、ここ。周りにもなんかいろいろと自販機が。なんだ？あつ森様。なんちゃらかんちゃら、プロ。祝、開店。何気に読めるんやね、これ。で、周りには、自販機。で、ボールね、ボールじゃない。ガムボールのやつやろ？で、ここも自販機に。はい、そしてこっちは、家だね。はい、お邪魔します。あ、すごい、なんか綺麗。え？家の中もそういう、対象にしている感じ？そういう感じなのか。なるほど。はい、それじゃあ左の部屋へ。お、ここは、レシピ置き場ということだね。壁とかかっこいいな。私、あの壁のピンク持っとった。家はあんまり活用、あれか、物置き場にしとるってことかな。ほらほらほら、そういう感じや。でも一応壁は統一してあるのね。なるほどね。とりあえずなんか置いてるって感じ。ほら、レシピ。やっぱレシピいっぱい被るよね。なんかあれかな、自分で分かるように分けとんかな。うん、2階もレシピ。ってことは地下もだな。確定。あ、地下なかった。なかった。びっくりした。あ、見て見て、ここにも、お猿だ、お猿。この子なんて名前やったんかね。いまいち。こっち側にも、家があるけれど。ここも物置き場かしら。お邪魔します。あ、すごくデジャブな感じがするから、多分そうだね。あ、違った！ちゃんと置いてある。すごいいっぱい。これってさ、もともとこういうセット？なんかさ、他の人のとこにもこういう感じでトロフィー飾られてあったんやけど、これは後から自分で中に入れられるってことなんかな？それとも、ああいうセットで売りよんかな？なんかちょっと今すごくそれが疑問に思った。だってこれ、虫捕り大会と釣り大会のトロフィーやろ？どうなんだろう？気になる。なんか、研究をしてそうな感じの部屋やね。
ッピー、そして奥の部屋へ。あ、奥は自分の部屋ってことかな。黄色が好きなのか。めちゃくちゃ黄色。超黄色。いいね、ビタミンカラー。よきよき。こんなにも黄色のものがいっぱいあるのね。私もピンクだけの部屋作りたい。しかしなかなかアイテムが集まらないのだよ。ほら、壁掛けテレビ？あれまで縁が黄色いやん。そしてポンポンプリン。めちゃくちゃ徹底されてる。はい、そして右側の部屋へ。右側は、おばあちゃんとかがおりそうな部屋。あれ？これってさ、ちゃんとスーツとかセットされとん？初めて知った。なんかこういう、いいね。なんかちゃんと使いよる風な感じ。へぇー。で、ここで温まりつつ、多分おばあちゃんがここでね、縫い物とか作業しよったりするんや。すごい悲しげな音楽。悲しげだけども。いいね、こういう服。最近あんまりさ、家の中でエプロンとかするのも、どうなんや、うちだけかな、見かけん。昔おばあちゃんとか料理するときちゃんとエプロンつけよったけど、学校の家庭科ぐらいしかないかな。お、2階は、書斎？かっこいい！仕事できそうな感じやね。めちゃくちゃ、いろんな資料が置いてあるんやろうな。そして何かしら表彰状もある。ちゃんと表彰状って書いてるね。誰からの表彰状とかわからんのか。わからなそう。誰からかも、わからないな。あなたはぐらいまではわかるくないあれ。いや、わかりづらいか。あ、で、これ住人全員のかな？ねえ、シーロー、ハート。お、絶対そうや。ね、住人全員のポスターも。かわいい。え、このさ、なんか、ポスターもみんななんかそれぞれ個性あるよね、めっちゃ。なんか、外で写しとんやろうなって感じのとか、小物持っとる子とか、これ服装とかが普段と全然違う子とか。え、なんかめちゃくちゃモデルさんやもんね。すご。で、あとはなんか普通に、公式のブロマイドとかで、ブロマイド？公式のカードとかでありそうな構図とか。はい、そして地下へ。お、地下はすごい落ち着いた感じ。でもなんか全体的になんか、なんやろうね。いいお家って感じ。なんか女の子っぽいあの部屋だけは今時って感じしたけど、それ以外はなんかすごい、ね。お金持ちの、いいお家っていう感じがする。ここもなんかお父さんとか使ってそうやし。ここは、土足なんかな。なんかそういう感じなんかな。傘立てがこんなとこにあるし。傘立てもなんかおしゃれやな。この白黒の傘かわいい。わかる？はい、お邪魔しました。はい、なんかここもなんかあれよね。ここを真ん中として、このそれぞれ。こっちちょっと黒っぽい感じやったやん。入り口からして。で、こっち入り口からしてちょっと白っぽい感じ。その辺も対象になったよね。後々あっち側の家も、普通になんかこう人が暮らしとる風になっていったりするんかな。で、ここがエイブルシスターズ。あー、こういう感じいいね。なんかちょっと。なんか色々とくねくねした感じ。そしてこのね、左右の花壇。住宅街を真ん中に置いて、左右の花壇。よき。あ、こういう風にぐるっと回って出てくるわけや。ほうほうほう。そして、こっち側。どこだどこだ。この真ん中のところ、はい、こっち側に行くと、はい、こっちが、海辺のレストラン。あ、こういうのいい。ね、なんかこの周りにちゃんと仕切りがあって、みたいな。こういうのなんか現実でもあるよね。海辺のレストランってこういう感じじゃない？びっくりした。お店の人おるんかと思った。モニカが向こう側におるだけやった。海辺のレストランめっちゃおしゃれやん。よき。ここは基本的に
白と青を基調とした、まあ、マリンカラーって感じよね。このサーフボードもそうやけど。綺麗だな。あ、ここがレジってこと？で、メニューボードがあり。ほうほうほう。すごいなんか、清潔感が漂う感じよね、白と青って。これって何の目なの？このチコって生えとるやつ。あのチコって生えとるやつ何なんやろ。どうも、ちゃちゃまる。誰の足跡？ちゃちゃまるの足跡なわけではなく、あ、マイデザでつけとるってことか。かわいい。犬の足跡っぽい感じかな。そしてこの辺ちょこちょこね。誰かが遊んでいたであろうという感じの。ほうほうほう。おっと。はい、そして、こっちの方に行くと、ゴー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 。あ、鳥が休んでる。で、そしてこっちの方に行くと、はい、ここには露天風呂が。あー、いいね。海を眺めつつ。そしてこっちで、ゆったりと、夜になったら星でも眺めれる感じかな。天体観測。プラネタリウムに行きたい。ね、いいよね、楽しいよね。これなんやろ、石かな。アイスクリームを食べている。雪っすね。何？風呂上がり？風呂上がりの一杯じゃなくって、風呂上がりの一本的な。そういうことかしら。はい、そして、こちらの方へ。ここから、果樹園に入っていけると。お、ベルの鳴る木まであるよ。いいね、いいね。果樹に紛れて。まあ、果樹とはちょっと分かれたところにあるけど。お、こっち側にもあるじゃねえか。いいっすね。果樹園作りたいなと思いつつ、ひたすらこのね、果物の木を植えていくっていう作業すらもめんどくさがってしまう私。めっちゃ滝の音が聞こえる。お、マスターがいらっしゃるじゃないですか。ここ。ここはカフェということやね。森のカフェ。入り口にベルの鳴る木があるよ。そしてこっちもまた、果樹園。果樹園と果樹園に挟まれとる感じなんやね。果樹園の間に、カフェが。あ、ここはなんか、ゴミ捨てバスか。なんかちょっとリアルな感じやんね。よき。一応果樹園の幅がすごい広く取られてあって、あ、何気にここで釣りを楽しんでいる方が。あ、いいね。こういう塀を使うの。え、いい、いい、いい。めっちゃいい。この辺はなんか、ちょっと錆びれた感じの場所が。あ、どうも。あつ森。あつ森。サーフボードが結構いっぱい島中に置いてあるよね。楽しむ人が結構多いっていうことなんかな？一応ここ、このね、真ん中にあるここが、あ、ここが島中の石を集めてある採掘場という、それでちょっとなんか、ボロってなった感じなんかな。なんかあれやね、至るところから滝の音が聞こえてくるわ。びっくりした。さっきの、お芋煮さんっすね。はい、そして、ここの上に上がっていくと、はい、ここが博物館。博物館前は、こうやって滝がいっぱい流れていると。で、こっちから降りてくる。水の音ってなんかめっちゃいいよね。川のせせらぎの音みたいな感じもいいんやけど、滝の音とかもめっちゃ良き。やっぱ博物館前となると。てかこんなにでかいんや。え、あの像ってあんなにでかかったっけ？そういうサイズ感のもあるっていうことなんかな。はい、そして、こっちの方にね、なんかちょっとひっそりお墓が。え？グルミンのポスター。グルミンのお墓なんですか、ここは。グルミンのお墓なんですか？お亡くなりになっちゃったの？
まさかの過去の住人さんっていうことなんかな。なるほど。あ、ここにお供えのお花もちゃんとあるやん。なるほどね。グルミンの犠牲を、グルミンの犠牲があっての今の住人さんたちということなんだね。なるほど、なるほど。そしてここ行くとね、あ、また足跡がある。で、ここに灯台と。野良犬か何かが歩きよんかな。あ、ほら、ここから続いとる。まさかグルミンの足跡じゃないよね。そういうわけではないよね。で、そして、こっちの方に、あ、海に来てまで、海に来てまでアイスを食べながらスイッチすか。海で遊べ。で、そしてここにはね、海賊船が、いいね。女の子もおるんやね。海賊の女の子。確かにこうやってあったら、これ一応海賊の衣装とかそういうことなんかな。それっぽい感じよね。あ、そしてお宝もがっぽり。みんな何かとね、こう海賊が、いろんな島に出現している。ん？これは、一応開いとるのは虫のやつやけど、多分、海の、魚とか生物とか、その辺の研究をしたりしよるっていうことなんかな？本を見つつ。なるほど。この中にはきっと、たくさんの魚が、釣って入れられているのだろう。すごいなんか、綺麗に、分けられとったね、いろいろと。住宅街が2種類あるっていうのもいいし。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。なんか、マップを見ても思うけど、きっとすごい、几帳面な人なんやろうなって。私には、無理そうだ。